白坂慎太郎です。今回はベーシックインカム簡単にというテーマでやっていきたいと思います。はい。で、まずベーシックインカムっていうそもそもの言葉の意味から確認していきたいと思うんですけれども、まあ、ベーシックっていうのは基礎的なと。で、まあ、インカムっていうのは収入ということで、まあ、ベーシックインカムっていうのは、まあ、基礎的な収入というふうに、まあ、直訳することができると思うんですよね。で、これって全然特別なことではなくて、まあ、今までもあったわけです。ベーシックインカムっていうのは。例えば、生活保護ですよね。まあ、生活保護ということで、まあ、何らかの事情で、今ね、働けない、仕事ができない。だけど、ね、国とか地方公共団体を通じてですね、まあ、自分が生活するのに、まあ、最低限のお金っていうのを、まあ、毎月受け取るということですよね。まあ、あの生活保護っていうのは、その、受給している人、要するに、受け取ってる人にとってはベーシックインカムということができると思うんですよね。または65歳以上の方々が、まあね、受け取っている年金というのも、これも、見方を変えればベーシックインカムという言い方ができると思います。要するに、まあ、65歳以降で、まあ、お仕事を、まあね、引退された方、でも毎月毎月生活に必要なお金っていうのがあるので、まあ、毎月ですね、まあ、国とか地方公共団体経由で、まあ、年金っていう形のベーシックインカム、つまり基礎的な収入というのを受け取ることができるわけですよね。まあ、もちろん年金っていうのは、それ以前にね、国を、に対して、まあ、お金を払っていた、っていうことから、まあ、逆に今度は65歳以降になって受け取るという形になってるわけですけれども、まあ、要するに、まあ、ベーシックインカムっていうのは、そんなに特別なね、話ではないということです。まあ、簡単に言うと、まあ、日本国民1億2600万人が、まあ、全員ですね、まあ、例えば生活保護を受け取るとか、全員年金を受け取るというような、まあ、制度ですよね。まあ、要するにその、受給対象者が拡大に、増えるという考え方、です。というふうに、まあ、捉えていいと。だから、ベーシックインカムっていうの、全く今まで何の前例もないものが いきなりこう検討されているということではなくて、まあ、今一部の方が受け取っているものを、まあ、結局全員が受け取った方がいいんじゃないかという、まあ、そういう議論ということになりますよね。だから生活保護が必要な人が生活保護を受け取るんじゃなくて、全員が受け取った方がいいというふうに、まあ、考えたら、一番わかりやすいのかなというふうに思ってます。はい。そうした時に、まあ、例えばじゃあなぜこう生活保護っていうのを受けることができるのかっていうその根拠、なんですけれども、まあ、それは憲法25条なんですよね。日本国憲法第25条に、まあ、こういう条文が載っていますということで、まあ、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、っていうふうに、まあ、規定されています。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、これはすべての日本国民が生まれながらに持っている基本的人権の一つであると。だから日本国民であれば、ね、最低限度の生活っていうのは、ね、営む権利っていうのを持ってるわけです。その権利をもとにして私も最低限度の生活を営みたいので保障してくださいっていうことで、まあ、国とか地方公共団体に、まあ、申請するというのが、まあ、生活保護っていう考え方ですね。基本的にはってなると、まあ、結局それを本当に今ね、一時的になんかこうお仕事ができないとか、収入がないという方ではなく、まあ、日本国民全員に拡大した方がいいのかどうかっていう、そういう議論だということですよね。まあ、全員がその最低限度の生活を営む権利を、まあね、持ってるわけなので、それを国が保障した方がいいという、のを、まあ、議論しているということです。で、これはなんでこういうね、ベーシックインカムっていう話が、ですね、まあ、どんどん議論として、盛り上がりつつあるのかっていう、ことなんですけど、そもそもそのね、主張のね、このベーシックインカムを導入した方がいいっていうふうに主張している、一生懸命一番主張している方々っていうのはどういう方々かっていうと、結構こう、最先端の人たちが多いんですね。まあ、例えばその IT、情報技術の最先端。例えば人工知能 AI の研究を進めている、もしくは実用化を進めている、そういう人たちがベーシックインカムっていうのを導入した方がいいっていう、まあ、その議論の先頭に立っているというふうに解釈していいと思うんですね。で、どういうことかっていうと、やっぱこう
インターネットがどん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 普及しますと、そして人工知能がどん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 普及していきますと、で道具がですね、で結局そういったものっていうのはインターネットにしても、人工知能 AI にしてもまあ、はっきり言ったら道具ですよね。非常に便利な、ツールということになります。で、ツールがどん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 進化していくとどうなるかっていうと、人の間に極端な差が出てくるわけです。要するにそのね、便利な道具を使いこなせる人と全然使えない人っていうのが、どん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 まあ人の、差っていうのが拡大していくわけですよね。なので基本的に科学技術の進化とか道具の進化、ツールの進化っていうのは人の能力の拡張の歴史なんですよね。人の能力をどん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 こう上げていってる、歴史になるわけです。例えば何の道具もなかったとして例えば算数でね計算をするってなったらもうね、頭を使って考えるか、例えば鉛筆を持って、そのノートにこうね掛け算を、する、例えば、5935×2932 っていうのを例えば計算したいというふうになったら、もし何の道具も使わないってなったらもう頭の中で考えるしかないですよね。でとりあえず鉛筆と消しゴムとノートを使ってもいいよっていうね道具を与えられたら、一応鉛筆を使ってね、その式を、書いてで筆算してっていうふうにできるわけですよね。で当然、頭で考えるだけよりも鉛筆とか消しゴムとかノートとかっていう道具を使った方が、実際はまあね、より、複雑な計算をすることができる、掛け算とか割り算とか、まあ、いろんな複雑な計算っていうのをどん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 していくことができるわけですよね。なんだけどもしかしたら、鉛筆とか消しゴム、ノートよりもソロバンの方がもっと、便利かもしれないと。でソロバン使ったらもっとね、例えば何万とか何十万っていう、桁の数字もね、簡単に計算できるようになるかもしれない、ってことはやっぱソロバンっていう道具は便利だみたいな話になるわけですよね。いやいや、ソロバンよりも電卓の方が便利だよねと。電卓だったらね、ソロバンをこう弾くよりも早く、しかも正確に計算できるよねってなると、例えば電卓が使える人と使えない人だったらね、その人ができる、能力っていうのは違うわけですよね。当然電卓を使えた方がより早くより正確に計算ができるっていうことで、結局その人の能力っていうのがまあ拡張するわけですよね。要するにこう便利な道具が使いこなせるようになればなるだけ、その人の能力、その人が同じ1日24時間で処理できる仕事量っていうのが増えるということになるわけです。それがいやいや電卓じゃなくてね、パソコンを使えた方がいいと。パソコンの、まあ、例えば Excel という表計算ソフトが使えた方がね、もっと同じ1日24時間で早くて正確に処理することができるよねということが、まあ、出てくるわけですよね。でそうするとパソコンが使える人、もしくはパソコンソフトの表計算、Excel みたいな表計算ソフトが使える人と、使えない人だったら当然ね、できる仕事っていうのが、まあ、量の意味面でも正確さっていう面でも、まあ、違ってくるわけですよね。じゃああなたは暗算でやってくださいと、あなたはソロバンでやってください、あなたは電卓を使っても構いません、あなたはねパソコンのねExcelみたいな表計算ソフトを使ってもいいですというふうになった時に、まあ多分ね、そうすごくこう計算が複雑になればなるだけ、そして処理しなければならない情報量が増えれば増えるだけ、当然パソコンソフトのExcelみたいなのが使いこなせる人が一番大きなね、仕事っていうのをまあできるわけですよね。一番複雑な情報を最も早く最も正確に処理できるようになるわけです。つまり道具が進化すると、道具を使いこなせる人とそれが使いこなせない人の間で出せる結果に差がどんどん開いていってしまうわけなんですよね。だから道具が進化すれば人が出す結果に差がどんどん出てくるということになるわけですよね。だから人がなぜ結果がどんどん二極化していくかって言ったら、それは道具が進化していて、その道具が結局進化しているそのものを使いこなせる人と、従来の道具をずっと使い続ける人の間で結局結果の差っていうのがどん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 開いていくということが起きるわけです。そこに今度はパソコンの
ね、表計算ソフト、まあ、例えば Excel なら Excel みたいな表計算ソフトとは比べ物にならない、道具っていうのが AI 人工知能なわけですよね。もうそれは AI 人工知能っていうのはその人間が例えば表、Excel の表計算の枠を作って、関数の式を入力してっていうその手間とかっていうのからするともう格段に計算できる量も、そして処理の、速度 もう全く違ってくるわけですよね。だからもう本当に今まで人間がね1日2日とかでやってたことっていうのは本当に一瞬でできるようになっていくわけです。でそうすると当然今までの人類の中で最も強力な武器、つまり AI 人工知能っていうのが普及したならば、当然今までの中で一番人々が出す結果の間に差というのが生まれてくるわけです。すなわち AI 人工知能を自分の仕事に活用できる使いこなせる人と今度はもう全くそれが使いこなせない人とっていう差っていうのが出てくるわけですよね。だから人間の歴史、人類の歴史っていうのは道具の進化の歴史であり、その道具、進化した道具を使いこなせるようになった人と使いこなせない人の間でどんどん人の出す結果の差、二極化っていうのが進んでいくということになるわけですよね。だから当然その一つ前のインターネットの登場っていうのが出た時に自分の例えば仕事とか自分のビジネスにインターネットっていうのを便利な道具として使いこなし始めた人と全然インターネットっていう道具を使わないで従来通りの仕事をしていた人たちっていうのは全然こう出す結果っていうのがそれこそ10倍100倍1000倍っていうふうにこう変わり始めているということですよね。それがまあインターネットをはるかに超える、ね、強力な武器っていうのがまあ AI 人工知能になってきて、まだ、ね、それがまあ、ね、私たちの生活とか仕事の場っていうのではまだその、ね、浸透してる 場面としては 10% とか 20% ぐらいかもしれませんけど、これがもう本当にね一人がね一台スマートフォンを持ってるがごとく、まあ、仕事場には必ず何らかの人工知能の仕組み、システム、もしくは、パソコンソフト、もしくはスマートフォンのアプリっていう形でね、使われるようになったら、当然その便利な仕組みシステムを、どんどん使いこなしながらたった1日24時間で大量の仕事を、処理していく人と、そうではなくて従来通りね、例えば、Excel で表計算ソフトを一生懸命ね、関数入力しながらマットを作ったり、もしくは電卓をこう手で叩いたりっていう人ではやっぱりこう出す結果っていうのがどんどん、差がついてくるということになるわけですよね。つまり道具が進化すればするだけ人が出す結果に二極化していくということになるわけです。でそうすると、まあ、一般的にこう、ね、世間的な常識として言われていることっていうのは AI 人工知能が普及すれば仕事が奪われるとか仕事がなくなると、つまり今まで人間がやってた仕事なんだけどもそれが AI 人工知能に置き換わっていくと、だから AI 人工知能が普及すればするだけ、まあ、人間の仕事を奪っていくんだ、仕事がどんどんなくなっていくんだと、まあ、そういう、ね考え方っていうのも、まあ、出てきたりしますよね。でそうした時に、ね、結局じゃあなんでこのベーシックインカムっていう考え方が出てくるかっていうと、AI 人工知能が普及すればするだけ人間がやっていた仕事が、まあ、なくなるっていう前提だったとして、でそうしたら、ね、今までその人は何らかの仕事をして何らかの収入を得てたわけですよ。ところがその仕事をしなくなった、もしくはその、まあ、いわゆる AI 人工知能に仕事を奪われた、そして仕事がなくなった、で収入がなくなったとした時に、結局とはいえその人は仕事をしなくなり収入を得なくなったとしても、やっぱり日本国民であれば健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をその人は持ってるわけですから、だから当然その人もね、当然一人のね、尊厳ある一人の人間として生きていく権利がある以上、その、自分自身が持ってる生存権を、国に対して請求することができると、いや要するに私の生存権を保証してくださいということが、まあ、言えると、した時にものすごく分かりやすく、ものすごく極論で言いますけど、ね、実際は、ね、そこまで、なかったとしても、まあ、分かりやすさっていうのは極論を言うということなので、まあ、極論を言うならば、ね、たった一人の人がスーパーコンピューターでスーパー人工知能をもとに仕事をしていて、後の人たちが全員失業したっていうことになると、結局、ね、結局も圧倒的にたった一人の人が
ね、スーパーコンピューターでスーパー人工知能を使いこなして、もうね、今までの1億2600万人の人がやってた仕事をただの一人でこなすということになったら、残りの1億2600万人のね、人たちっていうのは失業しちゃうっていうことになりますよね。で、そうすると、その人たちは全員最低限度の生活を営む権利を持ってるわけですから、だったらベーシックインカムっていうことで、最初からね、全国民に対してね、その人が最低限度の生活を営む権利、営めるぐらいの生活、生活っていうのを保障してあげた方がいいっていう考え方、これがベーシックインカムっていう考え方になるわけですよね。結局失業者が増える、仕事がなくなる、収入がなくなる、だったらもう最初から全員に生活保護のお金を配った方がいいんじゃないかということです。まあ、細かいね、その財源をどこから捻出するのかとか、一人当たりいくらが適切なのかっていうのは今回はあまり踏み込むところではないかなと思うんですけれども、まあ、一般的に言われているのは、まあ、日本の国家予算100兆円の組み替えによって、まあ、例えば一人当たり全国民に対して月7万円ぐらいを支給するっていうのが、まあね、ざっくりとした試算で出ていたりしますよね。まあ、その財源なり数字っていうのがどれぐらい妥当なのかっていうのは今回は触れないですけれども、要するに考え方としては、みんなが人工知能時代になって、みんなが失業して、みんなが収入がなくなったとしても、全ての人が最低限度の生活を営めるようにした方がいいんじゃないか、だからベーシックインカムっていうのを導入した方がいいんじゃないかっていうのが議論の本筋であるということなんですよね。で、そのベーシックインカムを導入した方がいいっていうふうに考えてる人たちが、結局人工知能の実用化の最も最先端を走ってる人だということなわけです。人工知能っていうものの能力っていうのをやっぱり他の人たちよりもよく分かってるのでね、そうした時に人工知能の実用化を進めようとしたら、どうしても人工知能脅威論みたいな感じでね、結局人工知能が人間の仕事を奪うみたいなね、そういった非難とか批判っていうのは必ずまあセットでついてくるわけですよね。だったら人工知能の実用化っていうのは、これはもう道具の進化であり、人類の進化っていう意味ではまあ止められないわけですよ。まあ、時代の流れとしては絶対ストップはできないんですよね。時代の流れっていうのはストップもできないし、逆行もしないわけです。絶対に必ず進んでいくわけですよね。だからどれほど人工知能に脅威を感じる人が多かったとしても、必ず人工知能は実用化され普及 し続ける。今普及率が 10% とか 20% だったとしても、それが 30、40、50 っていう形で普及し続けるわけです。で、その時代の流れは絶対に止められないし、逆行もできない。昔みたいにもう一回縄文時代みたいに、みんなが狩りや漁のね、生活で人々の、ね、貧富の差が全くない状態で、ね、みんなで協力して、ね、その鹿とか象とか、そういったのを協力して殺して、ね、それで取れた肉とか魚っていうのをみんなで、ね、平等に分け合いましょうみたいな、そういう狩りや漁とか、ね、そういった時代にはもう絶対戻んないわけですよね。絶対に戻んないわけです。必ず時代は進み続けていく。だから人工知能っていうのは私たちの社会でどん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 普及していくわけですよね。だけどそれが、普及を進めてる人たちからすると、その人工知能の能力の高さとか便利さっていうのがよく分かってるので、だったら今までの他の人たちの仕事がなくなるっていうね、その救済の仕組みっていうのも同時にまあね、推奨してるっていうことなんですよね。私たちは人工知能の普及は決してね、止めませんと、ね、どん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 進めていきますと、ね、こんなに人間が便利になって、より効率的に仕事ができるようになる、生活ができるようになる、こんな道具をね、今から、ね、その急にやめるってこともなければ、戻すということもしないと、どん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 進めていくと、進めていくんだけど、とはいえ全ての人が最低限限度の生活を営む権利は持ってるわけだから、ベーシックインカムっていう制度を、推奨しますっていう、まあ、そういう、考え方、そういう議論ということなんですよね。だから究極的にはね、やっぱベーシックインカムっていうのはいずれ導入される可能性っていうのがやっぱり 50% 以上はある。つまり半分以上は、ベーシックインカムっていうのが導入される可能性は高いということですよね。まあ、簡単に言えば生活保護を、ね、受け取る人の割合が増えていくっていうのが一番分かりやすい説明だと思っているので、今よりも生活保護を受け取る人の割合が増えていくということで、最終的にはまあ全国民ですよね。まあ、結局もそれだったら
受給の申請とか審査とか一切省いて、もう全員が毎月例えば、もう決まって、7万円を、受け取っていけば、ね、逆に事務の、手続きとか、時間的なお金的な経費っていうのは、まあ、削減できるかもしれないと、いうことを考えたときに、まあ、ベーシックインカムっていうのは、まあ、導入される可能性は 50% 以上はあるのかもしれない。今つまり導入されるかされないかっていうのは 50-50 だったとしたときに 50% 以上の確率でベーシックインカムっていうのは導入されていくかもしれないということですよね。だそうした時に、まあ、例えばじゃあ経済的自由っていう考え方があります。経済的自由、経済的自由っていうのは言葉で定義するならば不労所得が生活費を上回っている状態ですよね。その人が1分1秒も働かなくても得ることができる不労所得がその人の生活費を上回っている状態っていうのが経済的自由ということになります。そうすると、まあ、日本の中で経済的自由を得ている人たちっていうのは結構実はいるんですよね。で先ほども一番最初の冒頭の方でも申し上げたんですけれども、例えば生活保護を受け取っている人で生活保護っていう収入不労所得がその人の生活費を上回っているのであればその人は経済的自由な状態にいるわけです。もしくは65歳以上の方々で年金を受け取ってますと、毎月毎月国から決まった日に決まった金額の、ね、年金っていうのが、まあ、入ってくるわけですよね。いわば年金っていうのは、まあ、不労所得の一種なわけです。もちろん若い時に納めてたからっていうね、その根拠はともかくとして受け取ってるお金の形としてはもう65歳以上になって仕事を辞めたんだけど所得が入ってくるっていう意味でやっぱ不労所得ですよね。でその年金という不労所得が入ってきてその年金の範囲内で生活をするということであれば年金の不労所得のない中、の方が生活費を上回ってるっていうのであれば日本の中では65歳以上のかなりの人たちが実際経済的自由な状態にいるわけです。でなぜこの話を出してるかっていうとベーシックインカムが導入されたからといってその人の一人一人の人生の本質的な課題は何も解決しないっていうことが言いたいんですね。なぜ生活保護とか年金の例を経済的自由という言葉で例に出したかっていうと、じゃあ仮に1億2600万人の全ての人が月7万円をみんなが一律等しくもらえるようになりましたと。そしてその月7万円っていうのはその人が最低限度の生活をすることができる、例えば家賃3万円とか3万5千円のところに住んで、であとは食費とかそれなどいろんなものにかかるもろもろの費用を全部その残りの3万5千円の範囲内に抑えた場合は結局毎月毎月国なり地方公共団体経由で7万円入ってきて、そして7万円の範囲内で生活する。もし家族ってなったら2人で住めば、ね、7万円7万円で14万円以内で生活すると、もし3人で生活するってなったら21万円以内で生活すると、もし4人で生活するってなったら28万円以内で生活すると、いずれにしてもそのベーシックインカム、例えば1人当たり月7万円以内の範囲内で生活をするっていうことができれば、まあ、極論1億2600万人みんな経済的自由が実現するわけですよね。理論上は、ね、みんながベーシックインカムを受け取ってます、月7万円全員が受け取ります、しかもそれは1回じゃなくて毎月安定的継続的に入ってきます、その7万円の範囲内で毎月毎月生活費を抑えることができればベーシックインカムが導入されたイコール経済的自由が実現する。つまり日本の1億2600万人のかなりの人が実際経済的自由状態になるわけですよね。で、それで本質的な課題が解決するかどうかっていうことをね、考えたいということなんですよ。で、そうした時に、じゃあその生活保護を受け取っている、今すでに受け取っている方々が、1日1日どれぐらいそのね、人生とか生活っていうのが充実しているのか、もしくは65歳以上で年金を毎月受け取りながらその年金の範囲内で生活している人たちがどれぐらいその人たちの人生なり生活っていうのが充実しているのかというのを、まあ、しっかりと観察する必要があると思います。もちろん生活保護を受け取っている方々っていうのも一人一人全然ね違う人生を歩んでらっしゃるし、もちろん年金を受け取っている65歳以上の方々って言ってもそれはねみんなね年金受給者だからって言ってみんなが同じような生活とは、まあ、もちろん、
言えないです。一人一人ね、かなりこう個人差があって、ね、すごいこう、ね、人生が充実している方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、やっぱり割合としてですよ、大多数の割合として、じゃあその生活保護を受け取っている方々の大部分、大多数、もしくは年金を受け取っている大多数、大、の方々の人生っていうのは、必ずしも一日一日がね、すごくこうね、充実して光り輝いてるっていう感じではないですよね。全員ではないですよ。全員ではないとして、そしても大部分の方々っていうのは、はっきり言ったら退屈してるわけですよ。で、すごくその一日24時間、うわ今日もすっごい頑張ったと、今日も一日すごく自分は頑張ったと、自分で自分のね、今日の一日っていうのはね、もう最善だったと、もう本当に昨日に比べて今日もまた自分は1センチなり1ミリ、ね、成長できたと、すごいね、人生充実してるし、日々自分 の, あの、ね、人生の、ね、進化っていうのを感じていると、自分の進化成長っていうのを感じていると、だからすごくね、なんか毎日が生き生きしてるんです、楽しいんですっていう状態になってるかって言ったら、ね、もちろんそういうね、65歳以上の方もいらっしゃると思うんですけど、割合としてはすごく少なくて、ほとんどね、もうそれこそ8割、9割以上の方っていうのは、かなり毎日毎日、まあ、暇な、ね、退屈な時間、人生になってるわけですよね。なので、まあ、例えば本当にもう朝起きて、ね、朝テレビをつけて、ずっと一日中テレビを、ね、流しっぱなしにして、もうね、なんか、例えば朝ドラ見たり、ね、例えば甲子園を見たり、ね、大相撲を見たりみたいな感じで、もうすごいテレビを見てる時間が長くて、ね、結局もう時間、テレビと共になんか生きて、あ、今日も一日、ね、生きたなみたいな、まあ、そういう方っていうのが割合としてはすごく実際多いわけですよね。で、だからベーシックインカムっていうのが本当に導入されたとして、全ての人が月7万円ずつ毎月安定的に得られるようになり、そして月7万円の範囲内で自分の生活費を抑えたとして、で、それで確かに論理上、理論上は全ての人が経済的自由になれるから、だから人工知能が普及したとしても、仕事を仮に奪われたとしても、ね、仕事がない、収入がない、だけど自分は人間として、日本人として必要最低限の生活はベーシックインカムのおかげで送れるっていうのは、まあ、実現は可能だし、実際そういう風になっていくのかもしれません。なんですけれども、一人一人自分の人生は果たして本当にそれでいいのかっていうのは、ちゃんとやっぱり考えていく必要があると思うんですよね。やっぱり全ての人っていうのが自分の人生をどういうふうに経営していくのかっていうのが最終的には問われるわけですね。もう今ヨラバ退治の影みたいな感じでね、終身雇用、年功、終身雇用の時代じゃなくなっているわけですから、ね、例えば自分が20歳で就職して60歳までの40年間一つの企業でずっと勤め上げるっていうのはね、もうその今の20代とかっていうのではもうほぼほぼ考えられないわけですよね。自分は20歳に就職して60歳まで40年間同じ企業でずっと働き、40年間働き続けましたっていうのは、今の20代とかだったらもうちょっと本当に考えられないと思うんですよね。転職っていうのは当たり前になってくるし、独立企業を選択肢に入れるってことも当たり前になってくるわけです。で、そうするとやっぱり自分の人生60年80年100年120年っていうのをどんな人生にしていくのかっていうのを、一人一人が経営者として、自分の人生の経営者として考えていく必要があるわけです。いや、その時に、いや、ベーシックインカムがあるから、自分は月7万円ベーシックインカムを受け取れるんだったら、その月7万円の範囲内で生活しますと、それで自分は生きていけるし、最低限度の生活は続けられるからいいっていうふうに考えることももちろん可能です。ですけど、多分この動画を聞いているような方はそういう考え方は取らないんじゃないかなと思うんですよね。そういう方々になんかこうね、響くような話では、私の話はないはずなので、やっぱりね、あの、日々毎日進化成長を実感しながら、ね、昨日よりも今日、今日よりも明日、去年より今年、今年よりも来年、もっと素晴らしい人生にしていきたいっていう何らかの希望があるから、だから、まあ、こういうね、私のような人間の話を聞いてくださってるんだと思うんですよね。で、そうした時にね、結局論理的にはベーシックインカムで経済的自由は実現するんですけれども、心の奥底から満足するような人生とか充実感とか、そういったものっていうのはやっぱ得られ
ないんですよね。でそれを得るためにはどうしてもね、エネルギーを解放する必要があり、そのエネルギーって何なのかって言ったら欲求なんですよ。欲望なんですよね。自分は月7万円の範囲内で生活できれば確かに生きてはいけるけれども、でも一生1回だから月7万円の生活で満足するのじゃなく、ね、月70万とか、ね、月700万とかっていうのをやっぱり目指していきたいと、ね、だから一生1回だから、いやそれはね、今は車は別に必要ないよと、ね、別に必要な時に電車に歩けばいいし、電車に乗ればいいし、ね、どうしてもっていうんだったらタクシーに乗ったり、もしくはカーシェアでね、別に車は所有しなくてもね、本当に利用したい時にね、一時的に使わせてもらえばいいよというような感じで、生活費を抑えようと思ったらいくらでも抑えることが可能な時代にはなってきてるんですけれども、本当にそれで自分の人生60年80年100年120年が本当になんかね、心の奥底から満足するような人生になるかっていうことは考えていく必要があると思うんですよね。本当にその65歳以上で年金の範囲内で生活している数多くの経済的自由人がどれぐらい毎日が充実しているのかっていう、その現実っていうのを見ながら、自分は果たしてベーシックインカムのおかげで最低限度の生活が保障できてて幸せかっていうのは、一人ずつが、ね、それぞれこの話を聞いている方が自分の人生の自分の経営者として、ね、自分の人生の経営者として、真剣に考える必要があると思います。そしたら、いや自分は一生一回だからものすごくやっぱり豪華なところに一回は住んでみたいし、高級車にも一回は乗ってみたいし、ね、そのなんか高級な腕時計を一回ははめてみたいし、もし世界中を旅行して楽しむっていうんだったら、一回は世界旅行を、海外旅行を思いっきり楽しんでみたいし、ね、もう好きなだけ温泉巡りをやってみたいし、みたいなことっていうのが、ね、やっぱりその欲求とか欲望みたいなエネルギーで、いや自分はベーシックインカムは制度として導入されれば、それは月7万円受け取るかもしれないけれども、その7万円受け取ったから7万円の範囲内で生活してね、本当にミニマムの、経済的自由なんていうのはやっぱりね、この話を聞いてる方だったら、まあ、望んでいないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、望んでるんだったらこんな話聞く必要ないわけですよ。私の話なんて一切聞く必要がないはずなんですよね。なので、まあ、7万円入ってきたら、それはそれで別に受け取っていいと思うんですけれども、いざベーシックインカムが実現して、それがね、もう日本国民の一人のね、権利として受け取れるっていうんだったら受け取っていいと思うんですけど、でも自分は月7万円の支出でいかに抑えるかではなくて、いかに70万、700万っていうお金をね、実際稼いでいくか、それはどう、もう結局人工知能っていう道具を使いこなせる側の人間になり、それでも人工知能にはできないこともいっぱいありますから、まだ今までのね、今まで出てきてる道具の中ではもう桁違いに最強の道具であることは確かなわけですよ。それは紙とか鉛筆よりもはるかに優れてるし、そろばんよりも電卓よりもパソコンの表計算ソフトよりもはるかにはるかにはるかに優れてる AI 人工知能だったとしても、今度は AI 人工知能が何ができて、そして人間じゃない、やっぱり人間じゃないとできないことっていうのは何かあるわけですよね。やっぱ人工知能っていうのはすごく強い部分とやっぱり弱点とっていう両方持ってるわけです。だからこれは人工知能ができるんだから人工知能に任せればいいと、今までは人間がやってましたと、今までは人間がやってたんだけど、これはもう人工知能でもできるんだから人工知能に任せましょうと、そしたら人間が今までやってた時間っていうのが空きますよね。1日24時間でかつて自分がやってた時間が空くわけですよ。空いたら今度は人工知能にできないことを人間としてやっていけば、それは今までとは全然桁違いの、まあ、成功とか夢実現っていうのができるようになってくるわけですよね。インターネットが登場する前とインターネットが登場した後で、その成功の度合いっていうのは本当に1桁2桁全然変わりましたよね。今例えば世界の時価総額ランキングの1位のアップルとか、時価総額200兆とかってなってたりするわけですよ。こんなのっていうのはインターネットが発達したからこそのそこまでの成功が実現したわけですよね。で人工知能 AI が出てくるってなると、それがまたさらに1桁2桁上がっていくわけですよね。問題はその人工知能が普及することではなく、それを使いこなせる人間の方に回っていくのか、それとももうその時代の流れについていけない
ないのかっていう、そこだけの話なわけです。でもしそれを使いこなせるようになったら、いや自分は頭の中でね、計算する暗算するだけではなくて電卓使えるから計算がすごく早く正確にできるようになったというのであれば、今からの時代は AI 人工知能っていうのが使いこなせるようになると、それはもう今までの従来の仕事のやり方をやってる人たちとは桁違いの生産性で仕事をすることができるようになっていくわけです。それこそ旧来の、ね、従来型の仕事をやってる人の10人分20人分100人分200人分の仕事っていうのができるようになってくるわけですよね。要するに今までだったら人間がやってたんだけど、自分は人工知能に、ね、人工知能でもできることは人工知能に任せていって、そして空いた時間によって人工知能ができない、まあ、はっきり言ったら物を考える、意思決定する、方向性を決める、アイデアを出す、こういったことっていうのを、に自分の時間っていうのを最大限集中させることによって、より創造的な、より価値の高い、仕事をすることで人の役に立ち社会に貢献していく、そしたら別に7万円収入が自動的に入ってくるからといって別に収、ね、支出を7万円以下に抑える必要は全くないわけですよね。なのでそこの部分っていうのはやっぱり最後は一人一人の人生の生き方っていうのが問われてくるということです。もちろんやっぱりね、人工知能っていうね、最も高度な道具っていうのを使いこなせる人と使いこなせない人っていうのはこれは必ず出てくると思うんですね。全員が全員やっぱ使いこなせるとはやっぱり断言できない。特にやっぱり年齢っていうのもすごく大きいので、やっぱ最新技術についていくっていうのは若ければ若い方がやっぱついていきやすいわけですよね。だから、まあ、全ての人が使いこなせるかどうかっていうのはともかくとして、で使いこなせない人が出てきたってなると、当然ね、仕事とか収入っていう面で、まあね、不利益を受けやすい、世の中になっていくことは事実だと思うんですよね。だからその人たちを救済しましょう、その人たちにも最低限度の生活を営んでもらいましょうということで、ベーシックインカムっていうね、社会保障制度を整えるっていうのは、まあ、議論としては当然ね、あり得ると思うんですけれども、とはいえだからといって、ね、一人一人は本当にそのベーシックインカムの範囲内で、ね、本当に収入7万円入ってきたから7万円以下の、ね、生活をすることで、結局満足していいのかどうかっていうのは一人一人がまた別で考える必要があるということですよね。自分は月7万円のベーシックインカム受け取ってるんだけど、やっぱり、ね、月70万円月700万円稼げるぐらい、そして自分が一生一回だからあんなとこに住みたいっていうんだったら住むし、ね、あんなことをやりたいっていうんだったらやるし、っていうことをやっぱり目指した意味で、本当に自分が心の奥底からやりたいことをやれる、単にこう抑えるとか我慢する経済的自由ではなくて、やりたいことを本当にやれる経済的自由っていうのを真剣に考えるっていうのも、このベーシックインカム議論の中では出てくる必要があるというふうに思ってるんですね。だからね、ベーシックインカムっていうのはもう簡単に言えば生活保護の拡大ですけれども、その拡大が行われて全員が月7万円本当にもらえる時代になったとしたら、それこそ一人一人の生き方っていうのが問われるし、その目指している自分の生き方によって得られる人生からの果実っていうのも大きく変わってくるというお話です。以上です。ありがとうございます。今後